本日は春日井市の伊藤太市長に新春インタビューをいたします。市長よろしくお願いいたします。はい、明けましておめでとうございます。春日井市長の伊藤太市です。市民の皆様には健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。それでは今年の市政についてどのような事業に力を入れて進めていかれるのかお聞かせいただきながら、今年の抱負についても教えていただけますでしょうか。はい、やはり今年はこれまで進めてきたまちづくりや子育て支援、また安全安心などの施策を着実に進むとともに、さらに進化させる年にしたいと、そういうふうに考えております。まちづくりの分野では構造時リニュータウン計画の下で構造地区のにぎわいと利便性の向上を進めているところです。駅の地下道がリニューアルオープンしました。そして南口の整備を今進めるところでありますし、北口についてはいろんな角度から今検討を進めているところであります。子育て支援の分野ではずっと続いている待機児童ゼロの継続はもちろんですけれども、育児休業による育休単延の解消にも取り組んでまいりますし、できるとそういうふうに思っております。子どもの遊び場につきましては、2月にグリーンパレス春日井の2階に室内遊び場が完成します。そして3月にはスポーレ春日井のある朝宮公園に遊具広場がまたオープンします。安全安心の面では本当に多くの皆様が期待されてますけれども、春日井市民病院にアレルギーセンターやハイブリッド手術を備えた新棟が完成します。これによりまして、まさに地域の基幹病院として、そしてより高度で専門医療体制が重視しまして、市民の皆様に質の高い医療が提供できていくようになると思っております。この対策につきましては引き続いて国の動向を十分注意しながら、まさに市民の皆さん、あるいは事業者さんへの支援、また希望されるワクチンの接種など、これをいち早く確実に実施していきたい、そんなふうに考えております。そしてこのような状況の中でポストコロナということにつきましては、私たちの生活スタイルも大きく変わり、また働き方もいろんな働き方ができて、そうしたことをしっかりと見極めると、やはりその鍵となるのはデジタル化とゼロカーボンである、そんなふうに考えております。昨年デジタル推進課を設置しました。そしてゼロカーボンシティ春日井も宣言したところであります。私はコロナによりまして、日常生活や働き方、また地域コミュニティなど今とは違った形が生まれ、またそれに対応することが必要な年になるだろう、そんなふうに考えております。そして私いつも思ってますけれども、このような状況であってもやはり変わるものと変わらないものがある、そして変えなくてはいけないものと変えてはいけないものがある、そんなふうに考えております。そしてそのようなことをしっかり意識しながら、市民の皆様が求められているもの、そしてどうしたら素晴らしい春日井になるんだということを考え、市政運営に取り組んでまいりたいと考えております。これまでまさに住みたい、住み続けたい、住んでよかった春日井ということで多くの事業を進めてきました。コロナ禍ということではありますけれども、多くの皆さんが集い、そして笑顔で、そしてその優しさが広がる、また安全安心で暮らせる街づくりを進める、市民の皆様誰もが笑顔で満ちあふれる街春日井という思いで、この笑顔笑うという字を書かせていただきました。今年は笑顔いっぱいで、また平安な一年になるといいですね。そうですね、まさにここにも平安と打たせていただきました。このような一年になるといいと思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。